アスチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、星野アスカでーす。今日は美容系ということでして、ヘアケア用品を2種類ご紹介させていただきたいと思います。では早速行ってみましょう。レッツスタート。まず一つ目ご紹介させていただきたいのが、こちらです。ジルスチュアートのヘアオイルですね。こちらお友達にお誕生日でいただいたものなんですけれども、ホワイトフローラルの香りが入ってまして、私は結構こうお風呂上がりとかにシャンプーをしてドライヤーで乾かす前につけることが多いです。髪に馴染むというか、すごくね、香りがとてもこうすごくいい香りをしています。なのでこちらはおすすめの一本ですね。中に入っている成分としては、アルガンオイツ、あとアーモンドオイルなど、アルコールはフリーなど、とてもね、アボカドオイルとか、クイーナッツオイルなど、すごく髪にいい成分がたくさん入ってるそうです。なのでこちらは結構ヘアケアにはおすすめかと思います。では、2つ目のご紹介をさせていただきたいと思います。こちらです。こちらは、オーウェイさんのサンプロテクティブエリクサーヘアトリートメントと書いております。こちらね、オレンジの香りがしていて、ボトルがね、瓶になっています。で、こちら、髪の毛の、ヘアケアももちろん、こう、オイルでヘアトリートメントもしていただけるんですが、髪の毛の UV スプレーにもなっていまして、今特に暑い時期が続いているので、UV ケアとしてお使いいただくことも可能です。こう、私はね、髪の毛ってこう、どうしても UV ケアを忘れがちだったりするんですけれども、こちらのオイルを使っていつも UV ケアをしています。こちらはね、オーウェイさんというブランドで、私は以前ご紹介もさせていただいて、美容院の方でね、購入させていただいてます。おすすめの一つです。美容系の商品、ヘアケア用品を2つご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。はい、これからもまた美容系のものだったりとか、美容系のマッサージだったり、あとエクササイズなどもご紹介できたらと思います。では最後に、人生の座右の銘は、人に優しくすること、人を幸せにすること、そして皆さんに、奇跡をお配りすることです。はい、皆さんの髪がぜひぜひ美しくなることを祈っています。それではバイバーイ。